はい、皆さんこんにちは。出張日記ですね。あちこち出張してきましたということで、8月の20日以降の10日間でですね、4カ所くらい行ってきました。これを見れば分かると思うんですけど、群馬ですね、群馬ちゃん、高崎の方に行ってきたと。実は動画これしか撮れませんでした。で、次なんですけど、2日後にですね、これ上野駅なんですけれども、最近なんか上野駅から新幹線乗ることがやたら増えてきてまして、同じようなところばっかり行ってるんですけれども、この日はですね、上野からです、北に向かう、もちろん東北新幹線とか上越なんで基本北なんですが、郡山の方まで、仕事で行ってきました。ちょっと泊まりでですね、夕方にかけてちょっと郡山に入って、でそこから夜ちょっと向こうで仕事があってですね、で現地の営業さんたちと飲んで、で次の日帰ってくるという虚構日程ですね。ちょっと最近そういう仕事がちょこちょこあるので、東日本ですね、北海道、東北、北関東、甲信越あたりをうろうろしていることがちょっと多くなってきてます。もちろん他にも実はいろんなところ行ってて、プロジェクト的には全国カバーなんですけれども、最近は東日本を中心にお邪魔させていただいているという、そういう仕事の出張がやったら多いです。で、郡山初めておりましたけど、やっぱり大きな町ですよね。で、夜間雨模様でですね、天気が悪かったんですが、仕事の方は無事終えまして、これ帰りですね。行きはちょっと旧型の、E3 系とかだったんですけれども、帰りは E5 系の、このハヤブサの、車体で、確実に電源が確保できるっていうのがやっぱり大きくてですね、E5 系は全ての座席で基本的に電源が確保できるので、そういった意味で窓側とか特にこだわりなくても助かる車両ですね。 E3 系とか基本電源ついてなかったりするので、結構それが来ると困っちゃったりします。で、またこれアクルシューということでですね、また同じ上野駅なんですけれども、はい、今度はどっちに行きますかということなんですが、入りましたと。はい、この日は新潟日帰りですね。9時半くらいでですね、昼前に新潟の方に入って、でそこで、またここも営業さんとちょっと同行してですね、ちょっと何か所か回って、でそこで話をしてからですね、その日のうちに帰ってくるという、そういう日程でした。でちょっと次の日ですね、別件で東京の方帰ってこなきゃいけなかったんで、そういう感じですね。で、新潟駅降りたらですね、旧型の115系の新潟色の塗装とかも止まってて、いつかちょっとこの辺ですね、ビートレで再現したいなと思ってます。ビートレは80系の方は持ってるんですけど、新潟色はちょっと持ってないというところですね。ちょっと作ってみたいなと思います。で、新潟駅、在来線ホームが上に上がったところでですね、下のホームの方はだいぶ解体が進んでいて、ここがもともとホームだったのかというような感じになってます。で、万代口の方ですね、こちらの方実は私初めておりまして、逆側には何回か行ってるんですが、こちら側に、ね、待ち合わせだったので、ここで拾ってもらって、何か所か訪問して帰ってきました。で、2階建てのマックスで帰りだったんですけどね。で、こちらも来年くらいには、確かなくなるっていうふうに聞いてたんですけれども、たまには乗ってみようということで、飛び乗ったらこれたまたまマックスだったってだけなんですけれども、2階建ての2階の方が取れましたので、景色を楽しみながらというほどではなくて、実はもうずっと報告書とか書きながらだったんで、気がついたら、横の景色をたまに撮影しながら帰ってくるっていう、そんな感じですね。いつもそんな感じです。行きは資料を読み込んで、でほとんど外見てないと。で、帰りはその日の報告書を書いてっていうような感じなので、基本移動時間は集中できるのでですね、そんな感じです。これが上越と東北新幹線に今合流しまして、で宇都宮を過ぎても徐々に暗くなってきてますね。
あのマックスあの最大確か220キロくらいしか出ないので、あの結構あの新潟から時間がかかりまして、2時間半くらいかかって帰ってきてます。まあ夜景がだんだん綺麗になってきてますよね。で、あの東京駅まで、帰ってきて、そこからあの、いつものつくばエクスプレスに、あの私あの最寄りがそっちなので、そっちに乗り換えて帰ったなっていう感じです。で、また次の日ということなんですが、同じ週ですね。今度は新宿からあの甲府に行ってきました。先月も確かですね、あの長野の方で行ったと思うんですけど、その時はあの新幹線であの北側から回って、で松本に出てってことをやったんですが、さすがに甲府ですと行くルートとしては暑さで行くしかないなと思ったので、そちらで行きました。ところ一方前の開示を見送ってですね、あの隣のホームにも E353系が止まっていると、で逆側には自分が乗るやつが止まってて、さらにその横にもあの回送列車が止まってたということで、ホームがですね4000、E353系に占拠されているなかなかちょっと珍しい、状況でしたので、30分くらいグラグラしてたというところですね。で、今回移動に使ったのがあの E353系のあずさの松本行きで甲府台下車というふうにしましたと。で、指定席取ったらですね、あの先頭車の本当の前の方になっちゃったので、先頭車の辺でブラブラしてましたと。で、ようやく出発ですね、11時くらいの、出発で、12時半くらいにはあの甲府の方に着いているというような、そんなスケジュールでした。で、これは E231 ですかね。あの、総武線遠目に見て何系がよくわかんないですけれども、総武線の、あの、各駅停車と並走しながら、新宿駅を出発と、しまして、今日は、あの、昼ご飯は甲府で食べようかななんて思ってたので、行きはですね、あの、最終的な資料チェックとかそういった感じで、あの、1時間半を過ごしたという感じでした。徐々に次の、駅で各駅停車あの減速するので、時計の方が抜いていってですね、で気がつくともうあのこれ八王子過ぎてまして、あの高速道路が上通ってたりというところですね、あのこの辺りの景色っていうのはあの結構あの山岳というか山の中を抜けていくのでトンネルがあったりということで、結構この辺電波が悪い場所ですよね。だけどあの景色はあの結構緑が奥深くて、あのもうあの 山梨にもうちょっと入るかなっていうようなあたりだと思うんですけれども、中央線特有の、景色かななんて思います。でちょっとだけ開けたっていうもんですね、あのちょっと向こうにはもう結構、山が広がっていると、いうようなところですね。なんか最近こっちの方面に集中するといつも曇っていて、残念ながらこう開けたところにですね、なかなか絶景が見れないというのが残念なんですけれども、こんな感じでiPhone で携帯でですねパシャパシャ外の景色をたまに撮りながら移動してます。本当に快晴で遠くまで見ようと忘れるっていうのがなかなかなくて、前回松本の方に行った時におバス停のところでも残念ながらあんまりいい天気じゃなかったので、いつかちょっとリベンジしてみたいななんて思ってます。で、これが身延線が合流してくるところですね。身延線は単線ですよね。真横を走ってて、もう間もなく甲府駅ですかね、身延線が止まってると思うんですけれども、間もなく停車になりますというところです。無事甲府の方に着きまして、この後営業さんと、また同行という形です。駅前に武田信玄公が鎮座していると、あここかというところで写真撮ったりとか、お昼ご飯はなぜか旭川ラーメンを食べてますので、山梨らしいことはあまり何もしていませんでした。で仮にちょっといろいろトラブルがあってですね、携帯忘れたりとかですね、傘忘れたりということでちょっとドタバタがあったんですが、なんとか無事ですね、実は八王子からは各駅停車を乗り換えて快速で帰ってきたんですが、無事出張の方は終えましたというような、そんな10日間でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。